リカシ、ヤクリ、キカオ、ハジマリメス。もう離散本の矢の一本、小早川隆景とは、おうさの際は、元就にも秀吉にも愛された。今回の歴史ゆっくり聞こうは、もう離散本の矢の一本、小早川隆景について紹介していこうと思います。戦国ファンにとって毛利家の伝説、三本の矢は常識かもしれません。史実とは異なりますが。ただし、その矢の一本ずつが、具体的にどんな活躍をしていたのか、というと、スラスラ即答できる方は少数派なのではないでしょうか。上から毛利隆元、吉川元春、小早川隆景と続き、特に下の二人は、現代まで有名を馳せる武将ですが、今回はそのうちの、末帝に注目してみたいと思います。慶長2年、1597年6月12日、毛利元就の三男であり、毛利両遷の片割れである、小早川隆景が亡くなりました。波乱に満ちたその生涯、改めて見て参りましょう。厳島の戦いで大活躍、毛利水軍の要にもなった。隆景は元就の三男であり、最初の正室の子供としては末っ子。父の死後は毛利家の実務と責任、と遺通を一身に引き受けることになります。まあ、若い頃から父ちゃんの隠語を、作戦に従って小早川家へ婿養子入りしたり、元就最大の作戦、厳島の戦いでは見事敵を追い詰めたり、いろいろと見事にこなしていたので、周囲からは信頼されていたでしょう、きっと。ちなみに一応小早川家の方は穏便に、世代交代しています。奥さんとの仲も円満でしたし、小早川家の家臣たちともうまくやっていたようです。当時の小早川家は二系統あったのですが、本家筋の方の当主が病気で視力を失ってしまい、家臣たちから、もうちょっと頼れる当主様が欲しい、と思っていたからでしょうね。この働きぶりが婿養子に入ってから、たった3年後のことと考えると、改めてすごい話ですね。小早川家はもともと水軍を持っていましたので、必然的に隆景が入ってからは、毛利家の水軍の要になっていきます。厳島の戦いの後も、父、元就の存命中は、天子氏攻めや四国九州出兵に従って進軍。すべてがうまくいったわけではありませんが、大きなトラブルは起きていないので、これは時の運の範疇でしょう。そんなわけで、父の存命中ももちろん大活躍だった隆景ですが、元就の死後その才能はより輝いていきます。長兄の隆元が早くに亡くなっており、その長男輝元がまだまだ子供だったからです。隆景にとっては甥っ子ですね。隆景は序列をとても大切にする人だったので、甥っ子だからといって、舐めてかかることはありませんでしたが、しつけと教育はしっかりやっていました。輝元がごねる時には、容赦なく折檻したそうです。声へ。石山本願寺を助け、信長の精神を食い止めていた。さて、元就が亡くなって数年後から、毛利家は新たに巨大な敵と戦うことになります。織田信長です。室町幕府最後の将軍、足利義昭が毛利家の領内に落ちてきた後は、義昭の要請もあって、織田家と戦わざるを得なくなりました。隆景は、信長包囲網の一角となり、織田軍をたびたび苦しめていくことになります。特に石山本願寺とは深く結びつき、小早川家と村上水軍の活躍で、信長を大いに手こずらせました。これに対抗するために作らせたと言われているのが、あの鉄鋼戦です。ある意味、隆景バーザス信長という構図でもあったんですね。が、皆さんご存知の通り、信長包囲網は諸々の理由で破れました。上杉謙信が急死して、まず北の一角が崩れ、さらに朝廷の勅命で、
本願寺が和解したとなっては、毛利家も織田家と積極的にやり合う必要はなくなってきます。元就の遺言にも、天下を望むなという一節がありましたし、秀吉の中国王が絵師、追撃に反対したのは高影だった。ところが、天下布武をモットーとする信長ですから、そうは問屋が下ろしません。包囲網に参加していた各地の大名へ軍を差し向けます。もちろん毛利家も例外ではありませんでした。そして当時、羽柴姓だった秀吉に、お前が毛利を担当な、途中も適当に攻め取れ。と命じます。こうして秀吉バーザス毛利家という構図ができ、その中には、三木の星殺しや、鳥取の上殺し、そして、備中高松城水攻めがありました。備中高松城について毛利家は、3万の兵を率いて救援しようと試みています。しかし、同時期に信長本軍は、武田家を滅ぼしており、準備が整い次第、中国へやってくることも見えていました。そのため、高影は従軍しつつ、安国寺へ敬意に命じて、和睦の道を探っています。すでに二つの城を悲惨な手段で落とされていますから、これ以上の犠牲を出せば、たとえ勝ったとしても民心が離れ、自国が危うくなると考えたのでしょう。ところが、です。このタイミングで本能寺の変が起き、秀吉は和睦に合意して兵を引き上げていきました。物語ではこの時、吉川元春が追撃を主張したとも言われていますね。高影はこれに、一度和睦の誓いを立てたのに、聖書も乾かぬうちにそんなことはできません。と反対したため、追撃は行われませんでした。もしここで毛利家が秀吉を追っていたら、三日天下じゃなかったかもしれませんね。光秀が安定したと見れば、味方につく大名も出てきたでしょうし、秀吉も上手になだめて羽柴、豊臣姓も許されるほど、本能寺の変から静ヶ岳の戦いまで、毛利家は中立を保ちます。そして秀吉が勝つのを見定めてから、積極的に協力していきました。四国攻めや九州攻めにも参加し、有力大名として生き残る路線を選択。秀吉は高影を気に入っていたので、四国攻めの後、お前にいいよ、源愛媛県を与えて大名にしてやろう。と言い出しましたが、高影はこれをやんわり断ります。私は毛利の家臣ですので、まず主の照元に下されませ。と言い、あくまで家臣の地位に止まる意思を明らかにしたのです。その後、照元から意を受け取りました。結果的には同じことですが、彼が家中の混乱を防ぐことを重要視していたことがわかる一件です。統治の方もうまくやってのけ、ルイス・フロイス、日本史という歴史書を書いた、ポルトガル人宣教師には、高影さんすごいね。日本中で伊賀一番平和だよ。と絶賛されていました。当然秀吉からの覚えもめでたく、羽柴、豊臣の名乗りを許されています。小田原攻めでは、徳川家康がかつて本拠としていた岡崎城、現静岡県岡崎市を預かりました。朝鮮の駅では、前半戦にあたる文禄の駅で渡海し、壁定間の戦いで、立花宗茂と共に勝利を収めています。この時すでに還暦でしたので、当時の感覚で言えば立派な老将です。秀吉の方が4歳年下だと言われているのですが、よくもまあこんなお年寄りを外国でこき使ったものです。毛利家を守るため、小早川家を差し出した。帰国後も、秀吉の嫌がらせは続きます。この頃、高影の甥っ子、照元は40歳になっていましたが、実子がなく後継ぎが決まっていませんでした。それに目をつけた秀吉は、ならわしの甥を照元の養子にくれてやろう。これで安泰じゃ。と言ってきました。どう見ても乗っ取る気満々ですね。これを見抜いた高影、
まさに捨て身の策に出ます。申し訳ございません太后様。ついこの前輝元の後は、いとこの秀元が継ぐことに決まりまして、代わりと言ってはなんですが、私も後継ぎに困っていたところですので、小早川にお甥様をいただきたく。と名乗り出たのです。確かに高陰にも実子はおらず、道理としては通っています。また、秀元はその名が示す通り、秀吉のお気に入りだったので、彼が本家を継ぐことに対して、ケチをつけるのはさすがに無理でした。この時高陰の養子になったのが、あの小早川秀秋です。そして残念なことに、彼が自分の家を犠牲にしてでも守りたかった毛利家は、関ヶ原の後に、約4分の1になってしまったわけですが、高陰はそれを知らずに世を去っていますので、不幸中の幸いだったかもしれません。働きすぎて過労死だったのでは、彼の頭の切れっぷりは終生衰えませんでした。御大老に任じられた後に隠居しても、あまりゆったりしている暇はなかったのではないでしょうか。後継ぎが、なんだかなぁという流れで受け負った方ですし、生まれた順番通りに亡くなるのが道理とはいえ、この感じだと。もしかして、秀吉が高陰を過労死させるつもりだったんじゃ。と思ってしまいます。もちろん、当時そんな概念はないのですけども、高陰の死については、急死や、卒中という単語が出てきます。だんだん具合が悪くなったのではなく、いきなりぽっくりという感じだったとしたら、飢餓や寒さでバタバタ将兵が亡くなっていた、朝鮮の駅から生きて帰ってきて、しかも数年間は元気だったことを考えれば、過労死に近いような気がしません。考えすぎですかね。セイゴメイド。見たくらっ。ありがとう。もしよかったら。チャンネルトゥロク。ウォニゲサメス。このシェアクのボタンを。押してください。Please push this share icon button. Please push this share icon button. Edo. Kono Douga mo meet meet kudasai ni. Please also see this animation. And please push this button. してみたいと思います。慶長2年、1597年6月12日、毛利元就の三男であり、毛利両線の片割れである、小早川高陰が亡くなりました。波乱に満ちたその生涯、改めて見て参りましょう。厳島の戦いで大活躍、毛利水軍の要にもなった。高陰は元就の三男であり、最初の正室の子供としては方は穏便に、世代交代しています。奥さんとの仲も円満でしたし、小早川家の家臣たちともうまくやっていたようです。当時の小早川家は二系統あったのですが、本家筋の方の当主が病気で視力を失ってしまい、家臣たちから、もうちょっと頼れる当主様が欲しい。と思っていたからでしょうね。この働きぶりが婿末っ子。父の死後は毛利家の実務と責任、と遺通を一身に引き受けることになります。まあ、若い頃から父ちゃんの隠語を、作戦に従って小早川家へ婿養子入りしたり、元就最大の作戦、厳島の戦いでは見事敵を追い詰めたり、いろいろと見事にこなしていたので、周囲からは信頼されていたでしょう。きっと。ちなみに一応小早川家の指揮かもしれません。史実とは異なりますが。ただし、その矢の一本ずつが、具体的にどんな活躍をしていたのか。というと、スラスラ即答できる方は少数派なのではないでしょうか。上から毛利高元、吉川元春、小早川高陰と続き、特に下の二人は、現代まで有名を馳せる武将ですが、今回はそのうちの、末弟に注目し、リカシ、ヤクリ、キカオ、はじまりめす。毛利三本の矢の一本、小早川高陰とは、おうさの際は、
元就にも秀吉にも愛された。今回の歴史ゆっくり聞こうは、毛利三本の矢の一本、小早川隆景について紹介していこうと思います。戦国ファンにとって毛利家の伝説、三本の矢は常識。